MFE チャンネルでございます。さあ、ただいまですね、ダンプであるところに向かってるんですけども、さあこの ギアチェンをちょっとこれ山坂登るんでね、ギアチェンしたんですけどギエってなっちゃいましたね。いやー遠いっすわ。いやあの男のとこに行ってるんですけども、ちょっと舐めてました。遠いです。乞うご期待。さあやってまいりました。皆さん覚えてるでしょうか、この機械は一体何でしょう。いやこれすげえな。俺ちゃんとまじまじと見たの初めてなんですけど、すげえ作りだなこれ。はい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 、おー入ってきましたよ。はい、すげえな、これはすごい。おー竿が太いよこれ。あー徐々に、あら、ちょっと見てください、この背中徐々に斜めだからね、すごいなこれは。戻ってまいりました。すごいっすねこの絵。いやーすごいね。タイヤ幅っていうのもなんか面白いっすよね。あ、はい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 、切れてきましたシュンシュンと。はいはいはい、はいはいはい、危ない危ない危ない、かかる俺に、不自由にかかる、不自由にかかる。ぶん回してますよ鈴鹿。上げて上げて、すごいなあれ、すごいぞすごいぞあれ。さあまた旋回しましてスタートしていきました。はいはい、後ろから見たら分かりますねこの感じ、斜めですからこの畑、斜めなんでこの後ろポン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 、最後がポン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 って感じですね。これ実は僕ね、去年の動画でスマートがね撮影してますから、もう作業してるの初めてですけど、これはねすごいわ。何本またぎですかこれ。芋だと、はい、1、2、3、4本またぎですからね。さあまた戻ってまいりました。ちょうどというか、ぽつらぽつらと花が咲き始めているという感じですね。こんな感じで花が咲き始めています。まだ全然満開じゃないですね。本当これ今咲き始めているという感じですね。はい、いやすごいっすね。圧巻としか言いようがないですね。ここは日本かと。
大変なんですよね、これね。多分てっちゃんのこの端っこの三角も結構スキップ寒いんですよ。本当にね、長くて四角い畑なんですけど、だったらいいんですけど。あ、おー、すごい。せんか、これ三角だから、で短いからあれだもん。すごい旋回してる感じが。なるほどなるほど、そういうことか。すごいな、これはしっかりちゃんと畑の形を。ゆいっと上がりましたよ。あ、終わったのかな。終わったっぽいですね。そうそう、なんかやってますよ。これがどうなるのかね。あ、今日いいデーだよ。あれ多分ね、俺に乗ってこいって言ってますよ、あれ多分。おー、はいはいはい。あらら、自動。あ、ぺぺぺチャンネルです。おはようございます。すごいすごい。ピュッとも押した後、トゥントゥンと勝手にやってくれるんだ。そうですね。そうか、もうオートなんで。あ、すごいね。いや、これはさ、去年取れてないから、よいいわ、このここまでの感じ。ああ、このアングル。うん。あ、そっか、そういう外から撮ってないっすよね。そうそうそう、だからだいぶ外で撮らせてもらいましたよ。ああ、ちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなっちゃったよ。いやいやいや、どうもお久しぶりの登場でございます。どうもお久しぶりです。てっちゃんでございまーす。いや、てっちゃん。はい。畑遠い。まあ、ほぼ最北端から。いや、本当にさ。結構宮の方でありますからね。舐めてた。川北ね。オッケーオッケー、国道ちょっと。あの過ぎれば OK かなと思ったら、よく聞いたら平和か。そっか、平和って遠いなと思いながら、まあ、もうちょっと行ったら鹿追いですからね。いや、ほんとさ、鹿追い途中の道まで来たよね。で、ここ、あっち行ったら鹿追いですもんね。そうですね、あの沢一つ越えたらもう鹿追いですね。そうだよね。 いや、ほんとにということでしたけど、いや、すごいもの見させてもらいました。はい、これから次麦行きます。麦行きましょう。あ、僕行っちゃいますか。行っちゃいましょう。いいですか、僕も同伴させていただいて。どうぞどうぞ。はい、お願いします。いやいや、すごい。俺初めて見たのよ、作業してるところは。あ、そうなんですか。うん、あのメムピーチャンネルで見たことはあるんだけど。すごいすごい、圧巻ですね。さあ、そんなところに、はい、本気にせず、はい、はい、すごいな、この目線。すごいね、この目線。乗ってみると思ってみたくないですか、これ。すごい。キャビンぐらいありますからね。いや、そうでしょ。だって芋をこの高さから見ることはないわけ。そうっすね。小麦ならさ、コンバインでこの高さで刈ることがあるけど。そうっすね。芋畑をこんな上から見るか横から見るかみたいなさ。そんなのないっすよ。そうっすね。なかなかね。はい、ドローンでも飛ばしてカメラでも撮らないといけない。いや、ほんと本当にそうだわ。なんか不思議な感じしますね。まあ、言うてでもあれですね、ディオルフで掘るときもこの目線ですね。なるほど、はい、まあうちはディオルフではありませんので。ディオルフではないので、やっぱこの目線っていうのはなかなか、やっぱ鈴鹿農園だからこその目線なのかなっていう。最近、はいはい、オードしてると、はいはい、なんかこの上からの目線、うん、とこのふわふわで、はいはい、悩みみたいになるんですよ。なるほど。これね、思ったわ。てっちゃんのさすがすごいわ。さすがすごいですね。これね、私ね、そんなふわふわしてないんですよ。してないですよね。はい。あの、こう見てもらうと分かるんだけど、てっちゃんだけふわふわしてるんですよ。そうですよね。すごいですよね。さすがすごいですね。正直はやっぱでも、うんうんうん、そうだね。
ちょっと酔うっていう。なんかもうてっちゃんだけ縦乗りのなんかなんかパーリーだパーリーだみたいななんかもう。そうなんですよ。クラブにいるみたいな感じですよ。ちょっと酔って気持ち悪い時は、うん、これ今自分のところに座りながら助手席から運転すると。あ、こっちいいわって。なるほどね。これどういうことですか、水を捨てながら水を入れてるというのは。このラインを回す、ラインつなぎに水が循環してるんですけど、はいはいはい、捨てて水入れて、はい、で、あの中を農薬を洗い流すので。はあ、なるほど、はい、今もね、バレーションが終わりまして、次が小麦ですから、はい、しっかりね、その薬剤が残らないように洗ってるってことですね。なるほど、なるほど。へぇ、すごいね。やっぱうちはさ、はい、もう捨てて、はい、捨てた後にこう洗ってみたいな感じだから、捨てながら入れながらどういうことみたいな思ってさ。なんかいろんな気もつきますわ。こっちにもついてる、何スプレー。ああ、これはあの薬量、あ、水量ですね。え、1リットル単位で出んの。出ますね。やばくない。何それ1リットル単位って。でも教室も1リットル単位に出るんじゃないんですか。うちは東洋だけど10リッター、1はすごいよ。どれだけ成功なのか分かんないですけどね。あ、いやいや、でもね、すごいわ。まあ、分かりやすいですよね。すごいすごい、すごいね。さあ、水を入れまして、はい、小麦の今度は棒状に行きたいと思います。そうかそうか、なるほど、2000リッターだから。あ、そうですね、早いわけなんですね。はい、通りでもう終わったんだと思ったら、まあ、春高7丁しかないんで。ちょっと7丁を2000リッターってことはどういうことなんですか。もう少量3番、うちは。ということは30リッター、25リッターぐらいですか。25リッター3分ですね。くすごいね。いや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 、そっかそっか。まあ蒸発しちゃえば一緒ですよね。まあ今ね、薬剤も良くなってね。そうなんですよ、ね、はい、浸透していくと。もう今のギアチェンジかなんかしたんですか。今道路走行モードに。ああ、コンバインと一緒じゃないですかそれ。あ、そうそうです。すごいね。そうか、あれこれってなんかジョンディアかなんかのキャビンなんだっけ。これはですね、クラスのキャビンですね。クラスのキャビン、はい、じゃあクラスのコンバインと同じような感覚とですね、要は。そうですね、この辺のなんか作りとか、うん、ちょっと似てるじゃないですか。いや、そうですね、なんか小麦のコンバインが豊富と、ね、この辺の作りとか。はいはいはい、まあクラスは僕ね、乗ってないと分かんないですけど、うん、あ、そうですね、はい、まあ、クラスのだってコンバイン持ってる人いますか。それ持ってる人は結構いるんじゃないですか。あ、そうですか。へえ、ここはちょっと遠いんですか、畑。いや、全然もうそれなんで。ああ、なるほど。そっか、すごいっす。でもまたこれちょっとてっちゃん家の近所の風景とはちょっとロケーションが違いますね、これは。そうですね、だいぶ傾斜があったり。そうっすね、いろんな池があったりしますね。ほんとっすね、これ、ね、山ですよね、ほんと。もう山ですね、山ですね。これでもまだ全然普通に平らの方ですよ。あ、平らの方ですか。てっちゃんにしてみれば、もっとなんかスキー滑れそうなとことかある。あ、そうなんだ、いろんな時やっぱあるんだね、てっちゃんちね。眺めいいですよ。眺めいいです、さすがポジティブ神経。はいはいはい、で、無理は平らの幅広げなくていいんで。あ、そうかそうかそうか、芋だからね。あれ、要は芋って 3m 幅ってことでしょ。 3m20 の上で 3m34 まで広げるんで。ああ、そう、3メーターで、そっかそっか、あの、溝溝で言うとそうだよね。なるほど、なるほど。さあ、竿が展開ですね。ちょっとその辺の風景を撮っていきたいなと。ああ、来ました、来ました。あ、来ました、来ました。おー、すごいっすね。これはやっぱりあれだよね。要は、この竿を閉じなくていいように棒状にを作ってるっていう。そうですね、ことだよね。はい、ここで散布はできないんで。うんうん、そうだよね、縮めてやるっていうこともないから、ちゃんとこれを広げたまんま棒状できるような体勢を
作るってことですよね、畑自体はそういう風にね。なるほどなるほど。狭い畑なんだけど、おうおう、草を広げられなかったりするので、ちょっと困りなんですけどね。なるほど。なんか回ってますね。風が起こりましたね。はい。いや、これがエアアシストですね。噂の。あ、来ました来ました。出ましたよ。はい、そんなことでスタートいたしました。なんかうわわすごい出てましたよ。次くるくるする3の3、3、3出る、3、はい、3くる、わあすごいすごいすごい、うわ見てください、しっかり全然話してる間にこんだけちゃんと色ついてますから